はじめまして、リンゴルフご覧の皆さん、ゆかです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。カメラマンの山ちゃんです。お願いします。お願いします。今回は、はい、ゴルフ女子のゆかちゃんに来ていただきました。はい、女子ちょっと帰っちゃったイエーイイエーイ。ちょっとプロフィールインスタのなんですけど、はい、みっちゃんと呼ばれてますってありまして、はい、すいません、これは僕はどっちで呼べばいいんでしょうか。ちょっと親しい人たちはみんなみっちゃんって呼んでるんですけど、ちょっとゆかって名前多いじゃないですか。はいはい。なので名字がみしおって言うんですね、私。はい。なのでみんなみっちゃんって呼んでるんですけど、はい、みっちゃんって呼んでください。あ、わかりました。じゃあみっちゃんって今日は呼ばさせていただきます。はい、お願いします。ありがとうございます。本日は千葉県の東千葉カントリークラブ、うん、東コースのインコースを9ホールラウンドしてもらおうと思ってます。はい、でこの企画なんですけど、毎週金土日に、うん、インスタで活躍されてるゴルフ女子の、皆さんにご出演いただいて、その視聴者さんにプレーとかトークを、お届けできればいいなと思ってやっております。はい、ゲームを用意してます。おお何はい、でこれですえ、そうおー、はい、じゃーん。いや早いからもう打ち合わせないとこうなっちゃうんだよね見つけちゃった見つけちゃった。あ、そうなんです。そのゲームにクリアすると天岐阜3000分をプレゼントしてます。15マス開けますと差し上げられますんで、お、取りまーす。ぜひ頑張っていただいて。はい、ワンペナワンペナチップイン。カート道コロコロって何ですか。あのほら、当たってカート道ガンって当たってコロ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 ってあるじゃないですか。一番いいやつ。そう、一番いいやつ。はい、よろしくお願いします。パンチでお願いします。お願いします。早速行きたいと思います。はい、打ちます。はい、ちょっとこれは難しそう。パー4ですね。左にバンカー2つ、200で入ります。違う、160で入ります。右目を狙っていきます。はい、今日は一日よろしくお願いします。お願いします。さあ、あ、左行った。にゃー、やめて。なんかん、おー、でもなんかあれだね、止まった止まりました。バンカー手前に、あの木もなんか邪魔といえば邪魔だから、ね、嫌ですもんね。うん、結果よかったかもしれん。これパーオンしたら1個もらえますよ。うん、平均スコアってどのくらいですか。最近ちょっとさまよいまくってまして、多分92、3ぐらいだと思います。あー、なるほど。はい、頑張ります。90切るように。いや、別にそういうあれじゃないから大丈夫。今日90も切れなかった。一応切っとこうと思って。この辺に落ちた。ラフで止まったのかな。左にあれして、うん、あった。残り181ヤードなので5番ウッドでいきます。バンカー越えを狙って。やっちゃったこういうことをよくやってます、最近。ラフ深いな。うん、でももう一回挑戦します。今日は50切りたいしな。うん、いけいけ。めっちゃ転がってます。いい感じ。いいじゃん、いいじゃん。はい、打ちやすい。いい感じです。で3打目寄せて、ん、違った。違った。今3打目だった。4打目寄せてボギーを。なるほど。ここはボギーで抑えよう。58度でいきます。寄せよう。止まって、止まらない。おー、でも止まった。ピッパッと一応止まったけど、うん、ちょっと遠いな。これはワンパット厳しいですかね。下ってますね。スライス打ちます。おお、すごい。
一周した。すごい。ボギー。ナイスボギーです。ありがとうございます。耐えた。耐えたね。耐えた。危な。今くるくるで外すかと思ったぐらいだったけど、よく入ったあれ。これはアマギフ。くるくるポン。いや、ない、ない、そういうのない。あ、ない。そういうのない。それ結構難しいし、しかも。さっきね、気になってね。うん。これ。お。これ専用。私の。専用シートに変わっちゃった。私の愛用の。こっちです。ここに、ボールとティーと。でも僕も入ってる、いっぱい。ゴルフ場行ったら大体持って帰ります、この。うん。一通り終わりまして。終わりましたね。ちょっとミッションゲーム。さあ。埋まったのありますかね。ボギー。ナイスボギー。ボギー。ワンパットか。ワンパット。どこにある？おお、ワンパット。と？そんなもんか。そんなもんかな。で、自己紹介3つしますね。はい。福岡県生まれです。はい。行こう。ゴルフ以外はサウナ行ってます、うん、と旅行、うんうん、あと基本チョコレート食べてますどうですか？なんか4個あるけど、はい、ありがとうございます。4つ言ってみたんですけど、はい、今は東京？今東京。仕事きっかけで来た感じですか、こっちに？そうです、仕事で転勤して東京行きたいって言って出てきて、1年で帰ろうとしたんですけど、もう十何年住んでますえ、旅行は国内とか海外とか？海外はあんまり行ったことなくて、韓国結構行きます。韓国結構来週も行くのと、おー、なるほど。あとでもやっぱ国内が多いですね、基本、うんうん、ゴルフしてあのサウナ入ってそれ国内だね、うん、国内ばっかり。国内の場合多分やりやすいよね、多分ホーム感があってね、やりやすい。海外だとちょっとあれだね。でも海外でもゴルフしたいけどなかなかちょっと機会がないから。なんか行ってみたい国とか地域とかってあるんですか？今オーストラリアに行きたい。オーストラリア、 何しに行く？しかもゴルフじゃない、あの海沿いみたい。あとハワイに行ったことないので行きたい。あゴルフ、ね、ゴルフでね。確かに確かに。ゴルフで行きたい。海沿いのゴルフ場とか。わかるわかる。そうそうそう、わかるわかるわかる。福岡のゴルフ場も結構綺麗です。あ、シーサイドだよね。もあるよね。そう。多分ね、島足っていうところは結構行くんですけど、最近ちょっと人気で取れないらしいんですけど。なるほどっすね。取りました。ちょっとチョコの話もしたかったんですけど。チョコ。打てそうなんで。打っていいですか。次行っちゃうから。打っていいですか。あ、はい、はい、ありがとうございます。チョコは後で、うん、毎日チョコ食べてるんでしょ？毎日食べてる。もう家にチョコがあれば基本なんか見たことないのあれば買っちゃうんですけど、家にボックス置いてチョコ積み重ねてます。よくわかんないけどすごそうだ。うん、すごい。またパー4ですね。ここはバンカーも池もなんもないのでまっすぐ行きます。あー、行っちゃった。え、うん、あ、戻ってきた戻ってきたえ最悪右の森の木に助けられました。これをこの企画を始める前までに木に当たるっていう項目があったんですよ。なんで消したんですか？いや、なんかちょっとなかなか当たんないかなって当たってるめっちゃ当たってる私速攻2ホール目全然当たってるんだけどな。なんかこんなの当たんないっすよって文句言われちゃうかなって思って消しちゃったんですね。ちょっとこれ1個変えましょう。でもいい感じのあれですよね、なんかね。そう、バランス良すぎる。いい、これまた、あ、残りの間にか見るの忘れちゃったけど、ちょっと、うん、まだまだなので打っちゃいます。さあ、5番とで。さっき大丈夫じゃん
ねえ、これはチョロなんじゃないかな。これチョロ。うん、これは認定チョロ。チョロ一。もう一回いきます。うん。お、転がり。いけいけいけ。イエーイ。いい感じ？うん、コロ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 。イエーイ。ちょっと2段目が毎回チョロチョロですけど。うん、でもなんかそれよりも、うん、さっきの1ホール目 の、うん、あのアプローチさなんか止まったじゃん。おお。なんかやべえ打ちすぎたと思ったけど、確かに何段なペタって止まったのか。あの信用の58度。信頼してる。思ったより止まったでしょ。思ったより止まった。確かに。おって自分でなっちゃった。スピンかかるタイプなのかな。すごすごなんかあんな止まんないよなって。あの58度すごいんですよ。なかなか止まってくれるいつも、あの58度もうずっと変えてないです。あれあれしか使ってない。なんならなるほど。アイアン最近変えたんです。これに可愛い水色じゃん。ヤマハさんです。ヤマハ、ヤマハさんのに変えました。新しいやつ。このヘッド、ヘッドみたいな。ヘッド、ヘッド、じゃん。一気に変えました。なるほど、新しいやつだ。新しいやつ超いい。飛距離10ヤード伸びた。次右すぎ、うん、まあ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 、まあね、持ってるからね。ナイスオン。ナイスです。4オンですか、またねえ、全然ダメじゃないですか。というか、これはこのゴルフ場が思ったよりすごい綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。なんかグリーンも綺麗だし、さっきと違ってフックです。上りフック。あー切れたうん。惜しくもない。はい。ナイスです。あー、ラボだ。やっちゃった。セカンドですね。セカンドですね。ちょっと問題、私。今日のあれは。今日の問題はセカンドです。ちょっと。ラフばっかりなのでフェアウェイに落としよう。確かに。あー残念だな。ラボです。みっちゃんさ、あのクラブ紹介の項目がありまして、はい、あのさっき言ったその58度、お気に入り。お気に入りです。これちょっとそれをじゃあ紹介お願いします。紹介ボーケ、うん、ボーケの58度を使ってます、うんうんうん、私シャフトがなんか、シャフトはな珍しい、珍しいギアマナのカーボン、うん、あ、純正なんだこれ。中古で買いました。結構ほらスチールシャフトが入ってるのが多いから。おお、そうそうそう、めちゃくちゃメーカーの純正が出てたんだ。もう信頼信用してずっと使ってます、ね、これ最初の方で止まってたしね。ねえ、スピン効いてたから、うん、ずっとすごいよね、ピン近くにちょっと超えてペタって、そうやばいこぼれるんじゃないかと思ったら、ね、そうペタッと止まるから、もうグリーンマリア全部これです私。基本またこんな感じ ね、こんな感じ。ドライバーがステレスで、さあヘルメットもテーラーメイド、テーラーです、まあ、M6 でヤマハさんです、うん、さっきねパラパラ紹介してもらったヤマハ。トゲ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 です。気をつけて皆さん。さあまた、あ、次パー5です。ドライバーでいきまーす。わー、お願い。お、通り越えた、すごい。今のいいんじゃないですか。ショートカットでしょ。ショートカット。ショートカット、どうした。すごい言うてる。よかったね、木に当たってさスポンと落ちないで子供は前に進んでったから、ね、かよかった。左高に落ちた。ちょっとこれはちょっとチャンスじゃないか。チャンスかな。パー5だし、それパーオンしたい。いいよ、ありましたよ。やめ丁寧にね、丁寧に。またラフ丁寧に。
二打目丁寧にね、ゆっくり。そう。でももうバンカー狙いぐらいで行きます。うん。いいじゃん。うん。いけいけ。お、これはちょっと。ワンを狙えるんじゃないですか。狙える。狙える。ちゃんとやっと当たった。バンカーが3つあるよ。1、2、3。バンカー私嫌いなので、毎回の目標バンカーに入れない。あ、バンカー入れても良くなりたいとか、あ、強くなりたい。強くなりたい。残り115ヤード。はい。バンカーを気をつけて。あー、危ない。おー、危ない危ない。今しこってなった。わー、危ない。まあまあまあ、まあ、信用の58を持って。お、いいですね。はい、いきます。あとピタッとね、ピタッといきます。ピタッと。まあ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 、まあ、ちょっとダフりましたけども、5打目あ惜しい。惜しくはないか。ボギーでーす。パーが取れない。悲しいな。パーオンしなきゃ。うん、まあ、まだあるからね。そうです。今3ホール目でしょ。そう、まだあるから大丈夫です。あと6ホールしかない。まだはい、ということで、3ホール終わりまして。終わりましたね。ちょっとまた、じゃあ行きましょう。どうですかね、ゲームは。ゲームはパー取ってないね。うん。クラブ紹介さっきした。はい、チェック。ボギーが2個ある。ボギー2個目ダフリチョロトップ。うん、チョロ してました。チョロしましたね。はい、これぐらいかな。はい、1、2、3、4、5、6個今のところ。やっぱね、パーをね取ると楽になります。じゃあ、あとパー2個取ろう。あ、もうパー2個取ったら自然とパーオンとかもついてくるから。確かに。そう、そうそう。だからショートのワンオン、確かに、とパーオンとパーを潰せれば確かに結構楽になります。パー、あ、ショートがまだ来てない。そう、まだ来てない。だから結構パーも取れるかもしれない、バーディーとか。そうだな。そう、じゃあ大丈夫だ。